スカラリテスは、チューロニアンから、コネアシアンにかけて、後期白亜紀の海に生息していた、リプロモセラス科に属する異常薪アンモナイトの属。同化の中では極めて原始的な部類であり、ポリプチコセラスなど他の属の直接の祖先となった。ラカンが半ば溶けて、互いに接していない、平面きの異常薪アンモナイトである。 成長初期の段階では前方に傾斜したような周期的な強いくびれを示す。また、打漢の巻き方は同一種内でも変異が見られ、巻き貝との対比から、平巻き型、旋回型、旋回軸変換型の3つに分類される。また、田辺一世、小畑育夫二上正雄による1981年の論文では、成長初期段階ではくびれを示しながらもあばらが、 存在しない状態でまっすぐに伸長し、湾曲成長が開始された後に、アバラが出現することが記されている。そのアバラは同じくディプロモセラスカに属する、ポリプチコセラスのものに比べて鋭く、また単純な感情をなす。ラカン断面は円形に近い。スカラリテス属は、ディプロモセラスカの中では極めて基盤的な属であり、ノストセラスカのユーボストリコセラス属から派生したと、 考えられている。先術の1981年の論文では、トリアングリテス族及びリオプチコセラス族とスカラリテス族が枝分かれした後、本族から他のディプロモセラスかのアンモナイトが分岐したとされた。また、岡本隆は少なくとも、ポリプチコセラス族とライオプチコセラス族が本族から派生したと考えている。また、エスミホーンシスは、 ブューロニアン外から産出したリュウガセラ属の種と形態が似ており、チューロニアン期のうちにスカラリテス属からリュウガセラ属が進化したことが示唆されている。2000年時点で日本からは S、アフ、スケーラーズや SSP、A、S、SP、B を含め8種が報告されている。種によっては、摩円形に近い螺旋を描くものや楕円形に近い螺旋を描くものがいる。 国立科学博物館の S 電子コースタテス、国立科学博物館の S ミホーンシス、国立科学博物館の S スケーラーズ化石は南極大陸、ブラジル、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、フランス、スペイン、ロシア、日本、アメリカ合衆国、メキシコと幅広く産出している。日本の博物館が所蔵しているスカラリテス族の標本は 北海道やカラフトのエゾ総群から産出したものが多い。ありがとうございます。